はい、どうも斉藤俊介です。今日は何を？今日はですね、はい、ちょっと都内某所に来ていただいたんですけど、はいはい、最近斉藤さん露出してるじゃないですか。危ない人みたいな。露出してるじゃないですか。露出してるじゃないですか。メディアに。ああ、ちょっと言い方あれですけど、はい、はいはい、ありがたいことに、はい、やっぱり芸能人は街をこう歩いてたら、はい、声かけられると思うんですよね。ほうほうほう。声かけてもらってもいいですかね。声かける。はい。ほう。俺のこと知ってる的な。ああ、痛い企画ですね。だいぶだいぶ痛い企画だな。あ、でも意味が分かりました。なぜこの場所なのか。分かりましたか。はい。あれですよね。多分子供たちがいっぱいいるから。そうなんです。キングオージャとかね、恐竜ジャを見てるんじゃないかっていうことで。そうですそうです。宣伝も兼ねてというか、そうです、見てもらおうっていうことでしょ。はい。あ、なるほど。全然いいでしょ。僕はもう子供大好きですし、いいですか。はい、遊んでられるぐらい好きなので。ちょっと知らないなんてないっすよね。まあないんじゃないですか。知ってると言わせればいいんでしょ、あとは。はい、そうです。全然全然。じゃあちょっとなんか、え、これは僕が普通にすいませんって話しかけて、はい、インタビューすればいいってことですよね。はい、そうです。なるほど。OK です。じゃあ、行ってみますか。はい、もうパッと行って、パッと宣伝して帰りますよ。はい。はい。お願いします。じゃあ、行ってきます。YouTube。ですか。今井健人。健人くん、今何歳？7歳。7歳。ちなみに、キングオージャーって知ってる？知ってます。知ってる？本当？先週見た？この間の日曜日見た？見ました。見た？恐竜じゃ出てたの知ってる？知ってます。恐竜じゃ何色が好き？黒。黒。黒した。この人誰かわかる？恐竜ブラック。恐竜ブラック。正解。イエーイ。まさかのドンピシャで知ってくれていました。めちゃめちゃ嬉しい。あ、ちょっと。これ見たことある？まだね、多分ないと思うんですよ。なぜならキングオージャーにまだこの武器は出てきてないんで。明日のキングオージャーちなみに見る？見る？明日はこのダブルボルバーが出てくるので、ちょっと一緒に写真を撮って、明日一緒にキングオージャーと恐竜ジャーを応援してほしいなと思って。いい？よし、じゃあちょっと写真を、動画だからなんか手、何でもいいよ。かっこいいポーズでもいいし、手を振ってくれてもいいし。やっほー、めっちゃ嬉しい。ありがとう。もしお母さんあれだったら写真とか撮ります？もちろんもちろん。入ってる、恐竜でしょ。でーでー、ブラックの充電池でした。じゃあママ携帯撮っとく。ケント君、ありがとう。お母さん、すいません、ちょっとだけインタビューをしてもらえますか。お子さんとご一緒にもしよかったら。あのですね、ちょっと今 TikTok と YouTube なんですけど、お子さんちなみに何歳ですか。6歳。今戦隊ものとかって見てますか。見てます。キングオージャー見てますか。あ、キングオージャー見てました。あ、はい、本当ですか。先週はちなみに。先週見てないかも。先週で実はですね、僕恐竜ブラックという、マジですか、10年前に恐竜ジャーっていうのやってまして、はい、先週と明日のオンエアに恐竜ジャーが実は10周年で出てるんですね、はい、で、今知ってますかインタビューをしていて。お名前を聞いてもいいですか。何くん？サキロウくん。すごい珍しいですね。今何歳ですか。6歳。キングオージャー見てる？見てる、見てる。本当？明日のキングオージャー見たら、お兄さんなのかおじさんなのかわかんないけど、僕が出てるから、もしよかったら見てくれる？本当？で、今見てくれたことをなんかできれば、もし大丈夫だったら持ってよければ送っていただけたら、YouTube とか TikTok に送っていただいて、OK だったらもしよかったら写真一緒に撮りたいんですけど、大丈夫ですか？はいはい、ありがとうございます。じゃあ僕のこのスーパー武器を持っていただいて、これをちょっと持っていただいて。
写真撮ってもいいですか？お父さんも。あ、いいですか？動画なので、これなんか好きな格好でいいよ、好きな格好で。はい。さきろくん、ありがとう。とりあえず2連チャン。意外と知ってくれてるのは嬉しいですね。はい。知らなさそうな人にも行った。知らな、そうね。そうね、知らなさそうな人ね。狙いに行ってる感ありますよ、斉藤さん。え、知ってそうな人を。いやー、本当は逆にあの若い女の子とかに聞いてみる。そうですね。お姉さん、すいません、ちょっとだけ話聞いてもいいですか？あの、今 TikTok と YouTube なんですけど、子供たちとかに知ってるっていうインタビューと明日見てねって宣伝をしてて、はい、明日の9時半からオンエアがあるんで、ぜひ。わかりました。え、待って、私の友達めっちゃ好きな人で。マジですか？写真撮ってください。あ、もちろん。やった今見てないけど。ちなみに大丈夫ですか YouTube 載っても。大丈夫。本当に？はい、大丈夫だ。知ってくれてる方に一緒に写真撮って。え、本当ですか？めっちゃ嬉しい。弟がすごい恐竜じゃ大好きで、一緒に見せたんですけど。え、マジで、はい、嬉しい。ちょっとこっち側でもいい、はい、後ろがね。じゃあちょっとこれ持っててもらって、ワンちゃんも全然一緒に。そうじゃないですか。これを持っていただいて。いや、持ちないよ。真ん中やろう。あ、どうぞどうぞ。どれでもいいです。どれでもいいです。これが TikTok で、はい、左が YouTube なんで、はい、なんか適当にわーってやってもらえれば。うわー。やったね、ぷくん。YouTube デビューだよ。イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。嬉しい。いや、恐竜じゃん。そうなんです。10周年の。え、踊って変身するやつですね。あ、そうです、そうです。めっちゃ見てました。そうなんです。こうやってサンバ踊るやつ。そうです、そうです。あ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。あ、ですか。明日9時半起きてくださいね。あ、頑張ります。嬉しいな。すいません、遊んでるところお声かけして。あ、今のところでも100発100中。お、すごい。嬉しい。知ってる方がいいですよ。本当知らないです。いや、知ってますよ。本当に知ってます。本当に知ってます。本当は弟もいないんじゃないかみたいなね。いや、え、待って、知ってる。本当は仕込みですよね。いやいやいや、なわけ。すごい。すごいカメラがいっぱいで。すいません、ありがとうございました。ぜひ応援してください。ほら、大人も知っちゃって。すごいじゃない。お前レディーですよ。すごいじゃない。お前レディーですね、これは。ちょっと年齢層高めも言ってほしいんですけど、ね、年齢層高め。今の子たち結構高めな方だと思う。18歳って言ってたから、もうそれ以上上ってなると素でついてる感じのかと知らないでしょ。あーって言われる。うーって言われるから。そうだね。でもちょっとね、ここでここ意外といいかもしれない。いろんな人が通るから。あのおばあさんとかいらっしゃったんで。よろしく言っといてね。はい、よろしく言ってきます。